ノクさん、口コミの会社ですか。なかなかいいじゃないですか。5年実績があって伸び盛りみたいですね。やっぱそういうねビジネスに出会えるっていうのがね、やっぱ人生楽しいところですよね。もちろん絶対はないんで、いろんなこと思うと思いますけども、まあ絶対はないからこそこっちに一定期間、まあ、乗っかっておいて、でこっちに切り替えてこっちに切り替えてって感じで、大丈夫な期間だけ自分が在位すればいいですからね。まあでもなんか大丈夫なんじゃないですかね、そこのなんていう会社かわかんないですけども、いろんな悩み事を解決する会社。私アメックスとか JCB のプラチナカード持ってるんですけども、そこのねコンシェルジュもいろんな悩みを解決してくれるんですよね。だからなんかちょっと似てるなってその辺思っちゃいました。はい、でね、不労所得というやつは、まあ呼び方はちょっとね気持ち悪いんですけども、まあでも言ってみれば不労所得みたいなのがありますよね。あれにしても一定期間の不労所得って私は思ってるんですよ。だからずっとではないと。まあ、口コミね、1000人のグループありましたけど、あれもそうですよね。ずっとじゃないと思ってたんで、やっぱりこう投入金額を調整したりとかね、引き際をちゃんと設定したりとかっていうのは、私はまあコントロールしてきたとは思います。ただそういうふうなね、投資感覚、ビジネス感覚、要するに投資もビジネスもやってないと、こういうふうに引き際っていうのが見えないんですよね。だからやっぱり、リスクヘッジもしないといけないし、余剰資金でやらないといけないし、まあ、本当いろいろと考えることがあると思います。で、ADATコインとかいいですよね。暗号通貨って基本的に持っとくだけが一番安全で、下手になんかのプログラムに参加するとなくなっちゃうというね、だからやっぱ急がば回れみたいな感じなんじゃないですかね。急げば急ぐほどそのお金は悪い人のところに行って帰ってこないってことになっちゃうと。携帯電話も順調に利益運んでくれるし、今月もね嬉しいですね。携帯電話ずっと払ってたのに今もらってるみたいな、そんなことがあります。格安携帯にして4860円になって、しかも10何万とかっていう給料が入ると。今まではソフトバンクに毎月3万払ってただけだったのに、全く今は逆になりました。本当ありがたいなと思います。そしてビットコインでも、ビットコインなんですけども、まあ、ずっとねビットコインのことをお話していましたけども、もう2ヶ月ぐらい買いましょうみたいな話してないんですよね。要するに売り場を探さないといけないんですよ。で、まあ今日とかも売り場が来ましたしね、まあ購入金額の 1.5 倍になればもう十分だと思いますから、まあ手持ちの方は全部決済すればいいんじゃないかなと思ってますけどね。あとは YouTube ですね。ノクさんね、 YouTube 私ね、まあ数字と収益だけのことを考えると、まあ1本で私が生きてる間に1000円生み出してくれればいいなと思ってるんですよ、1本の動画が。でそういうのが、まあ、10万本あったらもう1億なんで、まあそんな感じですよね。だ一つ一つは小さいんだけども、再生数に支配もされたことはないんでね、再生回数を追っかけて動画作るみたいなのは結構虚しいんで、その時に感じたことを素直に話していくっていうのが私の YouTube なんで、ジャンルも広がりますしね。で一応 YouTube はサブチャンネルもこっそりやってて、まあそれはまあどのサブチャンネルか言えないんですけども、結構に稼いでくれるんですよね、それがね。まあ、YouTube もすごいなと思います。Google に嫌われさえしなければ大丈夫だと思いますけどね。まあ、他にもいろんなビジネスありましたね、やっぱね。これからも新しいビジネス生まれるでしょうし、いい感じの時に参加して、何も起きてないうちに辞めるみたいなことを繰り返していこうと思います。まあ、GAFA を超えていけ。権利収入1000万ですね。いいですね、1000万ね。私はその権利収入1000万とかっていうのはないんですよ。なんか全部その都度その都度ビジネスを使っていって、市場からお金集めるみたいな感じですけどね。はい、まあどうやってお金を稼ぐかについては、これからまたね何回かのシリーズで、誰でも金持ちになれる令和2年度版のねシリーズをお届けしようかと思いますんで、まあ、お楽しみってことですかね。でノクさんのコーナー速稼塾の中に作りましたんでね、どんなタイトルだったかな、これノクさん時事ニュース解説ですね。よろしくお願いします。じゃあノクさん、その困りごと解決会社すごいですね。どこにあるんですかね、これ会社。大阪ですかね、やっぱり。あ、でもこういう会社でノクさん関わっていらっしゃって、多くの人の問題解決をしながら、多くの人を幸せに導きながら稼げてるんだったら本当に素晴らしいですよね。はい、本日は以上です。